CPA 会計学院というところに僕は予備校を通うことにしました、まあ、その予備校選びは、まあ、その基準っていうのは人それぞれあると思うんですけど僕は勢いがあるなっていうのと実績があるなっていうのとあとあれですねあなんか圧縮講義っていうのがあったので僕結構なんか効率的に見たいなんか授業で遅いなと思いながらぼーっとしてる時間があんまり好きじゃなかったのであのあ CPA 会計学院 すごい仲間いますね。あの、仲間の方一緒に頑張っていきましょう。仲間、別のね、予備校の方もぜひ、あの、公認会計士受験生仲間としてね、一緒に頑張っていきましょう。あの、なんだっけあ、そう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 。なんか圧縮講義っていうのがあるらしくて、それがすごいいいなと思って。そのなんか、一回勉強してる人が圧縮講義受けて、それとは別に、全く勉強してない人はなんか通常講義。だから二つの、 えー、ペースで、の講義があるらしいんですよ。で、僕、それ見て、だったら、自分は、なんか、圧縮講義の方から、あの、初学者ですけど、受けて、なんか、爆速で、進めていきたいな、みたいな。なんか、こう、多分、圧縮講義、僕の予想ですけど、ここ大事って言ったよね、みたいな。まあ、ここら辺は、とりあえず読み飛ばしてもらって、大事なのはここだよね、みたいな。本当につまみつまみ、大事だよね、みたいな。 そういう感じで進んでいくので、まあ僕はそれを聞きながら、あ、ここ大事だよねって知らなかったけど大事なんだ、へえって言いながら、もうとにかく早く一周するっていう。まあそれでね、超短期、まあ時間がないので短期合格できるんじゃないかなっていう理由で CPA にしました。まあその、公認会計士目指される方はね、ぜひ参考にしてみてください。まあその、 判断基準っていうのはね、人それぞれいろいろあると思うので、まあ、僕のはあくまで一例ぐらいに考えてもらえたらいいかなと思います。はい。っていう感じ。あ、圧縮を、あ、すごい。CPA 通ってる人、あ、すごい。CPA 通ってる人結構いて、しかも圧縮講義の方から攻めていいと思いますっていう意見があったので、あの、僕の選択は間違ってなかったんだなっていうのを今知ってよかったです。安心しました。その圧縮講義の方から、 なんかこうそうなんですよねなんか結局ペースいいいいい方方に食らいついてていくっていう方が僕のなんかみんな早くてみんななんかどんどん進んでてやべえ取り残されてる必死に頑張って食らいついていかないとっていうのでなんかこう分かんなかったところを自分で調べてキャッチアップしてみたいなそっちの方が僕の勉強スタイルに合ってるなっていう感じでしたねはい。